良寛和尚です。おはようございます。昨日、そして一昨日と、今の地元の鎌ヶ谷で、お話し会をやりました。そして、今注目の、ハーブの、消化点活性のワークもやりました。で、総勢、まあ、2日間で、まあ、30人ぐらいかな、お越しになったわけですけれど、皆さん本当にやっぱり、こう、消化点を開きたい、ね、ここを活性化させたいという人の熱意がとても伝わってきました。これから、宇宙人とね、遭遇する時代がやってきます。それもみんながです、みんな。で、その時に大事になるのがテレパシー。テレパシーが使えないといけない。それから宇宙人に対する恐怖、こういったことが、まあ、解けないといけない。そして、宇宙人からしてみると、もう私たちのことを常に上空から一人一人の心の中を全部見てます。私たち見られてるんです、全部。なので、正直に生きていないと、宇宙人の方からこう、アクションを起こしてこない。まあ、こんなようなことが多分いろいろ起きるかと思います。で、その時にとにかく大事になるのは、とにかく消化体なんです、消化体。第三の目って言われてますが、とにかくここを、活性化させなきゃいけない。で、私たちは石屋によって散々ここを使えなくさせられた。言葉的に言えばもうこう、石灰化、もう硬くてちっちゃくて、もう使えない状態にさせられました。これは教育であったり、洗脳であったり、食べ物であったり、食品添加物であったり、もう様々です。もうありとあらゆる手段を使って、使えなくさせられたんですけれども、これが、いよいよ、こう、もう一度も復元させようっていうね、そういう時代に入りました。で、僕の感覚は、もう一日も早く、ここを、活性化させてほしいなというふうな気持ちでいっぱいです。で、その時に、まあ、ハーブ療法、僕は推奨してます。僕はね。で、これを、入れると、ここが消化体がこうガーンってくるわけなんですけれど、この時に、一応、日帰りの人、ね、お話し会の時、遠くの人はなかなかできないから、日帰りの人は、まあ、軽めって言ったらいいのかな。あまり刺激が強くないものを、入れてるんですけども、吹いてるんですけど、みんな、やっぱりこうね、こう、強いの入れたがるんです。傾向が。だいたい10人受ければ、6割7割は必ず一番強いのを入れてほしいって必ず言ってきます。ただこれをすると、日帰りの人は帰り運転できないとか、二日酔いみたいな状態になるみたいなね、そういう感情になるので、絶対入れることはしないんですけど、一泊のリトリート、ね、僕、千葉の、一泊でリトリートを、5月から本格的に一応、企画してます。5月、6月、7月と、月に2回、一泊のリトリートをやります。この宿泊で泊まる日に限っては、この一番この強めの、まあ、植物療法、ハーブ療法、これの吹き入れをしてます。まあ、横になってもいい。ね。気持ち悪くなってに、そのまんま横になって朝まで寝てもいいって。それぐらいの覚悟で、受けてもらうっていうことになります。で、ただ、こればっかりは、千差万別です。全く、すごい強めって言ったらいいのかな。この消化体を刺激がすごいもの、を入れても、全然平気な方もいっぱいいます。
そうかと思ったら真逆で、本当に丸一日横になっちゃうとか、うん、そういった方もいます。で、何がっていうのはね、はっきり言って、まあ一応わかりませんが、ただ、たくさんの方に、こう、やってきて今感じること、わかってきたこと、見えてきたことを一言言うと、三次元を一生懸命頑張ってきた人、人生を一生懸命頑張ってきた人、うん、嫌な仕事をずっと続けてきた人、うん、心で思ってることと言葉に発してることが全然違う人、うん、魂の、なんだろう、意にそぐわない生き方をずっとしてきた人、こういう人は本当に、倒れちゃう、うん、要はデトックスです。デトックス、うん、本当にね、吹き出ちゃうんです、バーンって、うん、今人生を楽しんでる人とか、もう今すでに好きなことやってる人、もうそういった人って意外と、ハーブ療法やってもね、平気ですが、どうもこの辺が、見えてきました。うん。だから、とにかく、今、僕に降りてきてるって、まあこれ僕チャネリングじゃないから、誤解を与えちゃうんだけど、とにかく僕に今来ているメッセージ、宇宙人から来ているメッセージは、とにかくデトックス。とにかく、三次元でやってきたこの、海、赤、ね、うん。こういったものをまず一回全部吐き出せよって、バーンって、うん、これがとてもテーマだよ。うん、だけどその吐き出すときにはちょっと苦しみを伴うよ。うん、それは仕方ないよね。うん、これがこう便で出るのかさね、こっち戻してしまうのかわかんないけど、まあそういったことがこれからそのハーブ療法やると起きるよっていうことです。でもそれでもやっぱり覚醒したい人にとってはもう避けて通れないんですね。これはこの道が避けて通れない。なので一応まあ最近のこの今までやってきた傾向、うん、ここを皆様に一言シェアさせていただきましたね。参考になれば幸いです。大変にありがとうございました。